大丈夫ですか、ザブザさん。よく気づいたな、ハク。間違いなく攻撃してきた相手は、あそこ。僕に任せてください。秘術、魔境氷晶。こいつら、県警限界の忍びばっかだ。俺は違うがな。カカイさん、あの橋の上でお前らにとどめをもらって、俺は地獄に行くはずだった。ここは現実の世界。お前たちは江戸転生の術にかかっている。江戸転生。そうだ、カカシ隊長の合図を待て。おお、大きくなったな、カカシの部下のくぬいち。あんた誰？この草が薬草？すいません、手伝わせちゃって。朝から何をやってたんです？修行。俺ってばもっと強くなりてえんだ。それは何のために？俺の里で一番の忍者になるため。人は大切な何かを守りたいと思った時に本当に強くなれるものなんです。君は強くなる。またどこかで会いましょう。うん。今頃はでかくなってんだろう。名前もな。ナルトは己の忍道を見つけることができた。あの時からブレない立派な忍びに成長した。そろそろ本気で行くよ。桃地ザブザ、そして氷遁の白。悪いが一瞬で終わらせてもらうぞ。シャリンガンか。もらった。これが音だけで相手を倒すサイレントキリング。ザレ言を言うな。忍びの世界には利用する人間と利用される人間のどちらかしかない。僕たちの世界に必要としないんです。どうしてお前はあんな奴のために。僕が物心ついた頃、僕の父は僕を殺そうとしたんです。ザブザさんはそんな僕を拾ってくれた。僕を好んで必要としてくれた。僕はザブザさんの武器です。言いつけを守るただの道具としておそばに置いてください。意識が遠のいていく。鬼のオーラ、こいつが鬼人ザブザか。その上氷遁の子。カカシさん、お願いします。もう一度僕たちを止めてください。あの時僕があなたからザブザさんを守りきれなかったということ。いや、君はザブザを守ったんだ。彼が死んだのはもっと別の理由。そしてザブザは君のことを道具だなんて思っちゃいなかった。ナルトがザブザの心の奥を浮き彫りにしたのさ。よいくせによ。ハク！やめろ小僧。ハクは弱いから死んだ。あいつはあんたのために死んだんだぞ。言ったはずだ。忍びの世界には利用する人間と利用される人間のどちらかしかない。本気でそう言ってんのか。やめろ、ナルト。あいつはお前のことが本当に好きだったんだぞ。それなのに本当に何とも思わねえのかよ。本当にお前は何とも思わねえのかよ。それ以上何も言うな。俺にはわかる。あいつは優しすぎた。最後にお前らとやれてよかった。お前たちは手を出すな。俺の戦いだ。ユキ、こんな時期に。ハクよ、泣いているのか。せめて最後もお前のそばで。できるなら死んでもお前と一緒にいてえな。俺もいられるさ、ザブザ。二人一緒に。容赦するな。どんな手を使っても止めろ。面として死んだんだ。
来るぞ。忍法霧隠れの術。肝心忍者を中心に戦闘隊を組め。霧が濃くなっていく。視界が悪すぎる。霧の次は霊気。始まった。来るぞ。爆刀地雷剣。そこにタジキが爆発した。この場つむじ旋風。ガイさん、仲間の死を次に生かせ。分かったか、シンジ。はい。敵の連携の手の内が分かってきた。強手の術。これは霧隠れ忍び刀七人衆の前任者だった。円錐所でまだか。あと少しです。みんな一斉攻撃だ。なんだよ、手伝うって言ったくせにもうめんどくさいのかよ。忍び刀七人衆の復活とそのリーダーになることが僕の夢だから。忍び刀は代々受け継ぐ習わしだけど、今はひらめかれいって刀が一丁だけで他は全部なくなって、今は正式にはほぼ存在しない部隊だよ今はね。どうすんだよ、あんな奴ら相手に。しかも忍び刀七人衆だぞ。刀はちゃんと持ってきたようだな。全員分はなしか。まずこの霧を何とかしないと連隊は不利だ。カカシ隊長、影真似影縛り整いました。よし、俺につなげ。山中さんとは新天神の術で俺と入れ替わる。やるぞ。はい。新天神の術、切れ味最高の一本。雷刀牙の使い手、リンゴ雨ゆり。鈍刀兜割りの使い手、あけびのジニ。小刀縫い針の使い手、クリアラレクシマル。爆刀しぶきの使い手、むなしジンパチ。それらすべての七刀を使いこなす鬼人の再来と言われた僕の兄、ホウスキ満月。お前の持っていた刀は折れてしまったんだ。あんなものより新しく作ればいいんじゃないの。弾頭首切り包丁は刃こぼれしない刀。いや、刃こぼれが治ると言った方がいいかな。よし、先手を取った。いける。多勢を相手にするにはザブザの霧隠れの術が要。それを守るためには他はただの盾にすればいい。隊長はまだか。二人目は影の接触時間が短すぎる。ザブザにカカシ隊長が切られたっていうのか。マキ、指示するまで俺の後ろで布縛りの術の準備をしておけ。感情のない道具ってやつだ。もうこんな戦いは終わりにしよう。いや、俺もだよ。円錐縛れ。あいつだ。よし、影縛りの術。お前らの死に様と涙はお互いの絆そのものだったよ。こいつらの最後の敵は俺だったんだからな。マキ、やれ。はい。この札がある限り口寄せはできません。この2体は私が監視しておきます。